二条町深井にある鎮海石八幡宮。この神社は鎮海石と呼ばれる不思議な石に由来しています。神宮皇后が応仁天皇のを懐妊しながらこの地を通って新羅の方に行かれるわけですけども、その時に出産の延期を祈って懐にその石を抱いて行かれたということで、向こうでの戦いが無事終わって帰ってこられて、その石をこの深谷の小部ヶ原に置いて行かれたと。その懐に入れていた石を鎮海石と呼び崇拝したとされています。境内にある万葉歌碑、奈良時代の歌人山の上のオクラが鎮海石の伝説に感銘を受けて詠んだ歌が刻まれています。安政6年に建てられたこの歌碑は九州最古の万葉歌碑とされています。石の寸法とか重さとかですね、そういうことも含めて、ずっと詳しく書いておりますね。かつてこの辺りは数百年の年輪を刻んだ大きな松の木々がうっそうと生い茂っていました。拝殿の床板には幅が85センチほどの広い松の板が使われています。